マスオ TV です。はい。皆さん、お願いランキングって知ってますかあの、夜やってる、なんかいろんなランキングをしたりとか、ちょい足しをしたりっていう、そういう番組なんです。昨日は、ローソンの新作スイーツランキングっていうのをやってたんですよ。で、昨日のランキングで1位になってた商品買ってきました。じゃんギュッとクリームチーズね、なんか1位になると食べたくなっちゃいますね。はい。 で、今日はね、これ食べていきます。こんな感じでーす。クリームチーズをたっぷり使った贅沢なチーズケーキです。うん、こんな感じですね。こ、ま、の、あ、外観は普通。で、ランキングでは1位だったんですけど、27点。うーん、1位で27点ってあんまり良くないんじゃないのって思ったんですけど、なんかテレビでやってるとね、食べたくなっちゃうんですよね。<laughs> ってことで今日はこちら食べていきます。開けていきます。袋から出してみたらこんな感じですね。 うん、美味しそう。包丁でちょっと切っていきたいと思います。ズシッ、ズシッ、こんな感じです。これ、これ、手、あ、割れちゃった。こんな感じですね。中確かに、なんか、番組内で下がもっとサクサクしてたら美味しそうって言ってたんですけど、確かにこれじゃサクサクしてないですね。なんかちょっとベチャベチャ感がある。 でも逆にしっとりっていう表現もできるのかなはい。では食べていきたいと思いまーす。ギュッとクリームチーズ、いただきます。はいはい。うん。うーん,うーん。うーん。美味しい。うん、美味しいけど、正直、すごい美味しいわけじゃないな。正直。僕の好み的には、まあ、 そこそこですね。はい、すごいしっとりで、すわーっと溶けるような感じなんですけど、この下のクッキーみたいなところが、特にね、なんか食感が違うとか味が違うってとか、そういう多分わけじゃなく、あんまりね、なんか食べててインパクトがないですね。うーん、美味しいけど甘すぎて、コーヒーなきゃ僕はちょっときつい感じですね。 でも美味しいっちゃ美味しいんですけどね。本当はね、この動画ね、あ、お願いランキングでこれ見ました食べましたやべえ、うまいで、川越スマイルみたいな感じでね、マスソスマイルみたいな感じで撮ろうと思ったんですけど、マスソスマイル出ないっすね、これ。うん。昨日川越シェフはこれ10点つけてたらしいんですけど、10点はつけられないなーって感じです。 トゥリイズマスソースポイントンー !70 点です。ちょっと甘すぎます。正直、あの、和菓子屋さん行ってこういうの買った方が美味しいところ正直僕知ってるんで、そっちの方が美味しいなって思っちゃいました。ローソンの皆さん、これはあくまで僕の意見です。申し訳ありません。はい。はい。で、ちょうどローソン行った時にプレミアムロールっていうんですかそれもあったんで、今度はそれ食べてみたいと思います。あれめちゃめちゃ美味しいんですよね。 はい。期待してます。ということで今日はね、ギュッとクリームチーズご紹介していきました。ということで、以上、マスオ TV でした。バイ。